久保建英、世界で1位になってしまう。スイスのサッカー専門調査機関 CIES フットボールオブザーバトリーは、23歳以下の攻撃的オールラウンダーのトップとして久保建英を選出している。CIES はヨーロッパ32のリーグで1000部以上プレイしている選手を対象とし、チームメイトとの比較やチームのスポーツ的なレベル、チーム内で果たした役割、さらに対戦相手を考慮するなど独自の方法で、ランク付けしている。そんな中、アンダー23攻撃的オールラウンダーのカテゴリーで久保がトップに選出。推定移籍金は8030万ユーロ約128億4000万円と算出されている。2位にはナポリの不時着バラツヘリア、3位にはリヨンのライアンチェルキが続いている。今季の久保はラリーガ10試合で5ゴールにアシストを記録。トランスファーマルクトでの市場価値も日本人トップの5000万ユーロ約80億円まで上昇し、欧州でもその価値を高めている。128億はやばいな。攻撃的 MF もありえるか。クバラより上かよ。世界的すぎるな。久保ならまだ上がる。やっぱ点取れてるのがでかい。してもそや欲しいわな。プレミアで見たいぞ。市場価値うなぎ登り。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。